ヒエトレルチーナのピオは、イタリア生まれのカプチン界の司祭。聖魂や、描写の知恵や予言、リジューのテレーズの数形者で有名。ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世によって1999年に、列服され、2002年に劣勢された。出生名は、フランチェスコ・フォルジョーネ。一般に聖ピオ神父、または聖パード・レピオとして知られている。フランチェスコ・フォルジョーネは、 グラーチオ、マリオ・フォルジョーネとマリア・ジュゼッパ・デヌンツィオ・フォルジョーネの子として1887年5月25日に南イタリア・カンパニア州の農村、ピエトレルチーナに生まれた。両親は貧しい農民であり、フランチェスコは7人兄弟の4番目であった。生誕翌日、近所の城壁の上に立つサンターナ教会で洗礼を受けた。後年この教会でフランチェスコは、 ミサの自社となった。サンターナ教会の修復工事は、その後米国のピオ神父財団によって行われた。兄弟は、長男ミケーレと三人の妹、フェリチータ、ペッレグリーナ、後に、ビルギッタ会の修道所となったグラツヤである。他に幼くして亡くなった二人の兄弟がおり、フランチェスコという洗礼名は、この二人のうちの一人の名前と同じである。五歳になった時、 すでにフランチェスコはそのすべての人生を神に捧げる、決意をしていた。さらにフランチェスコは自分自身に苦行を犯すために石畳の上で石を枕にして寝て母親にたしなめられたという。10歳になるまでフランチェスコは農夫として働き家族が所有していた羊の群れの世話をしていた。それはフランチェスコの教育をいくらか遅らせることになった。ピエトレルチーナは 非常に敬虔な町で、聖者の祝日は一年を通して祝われていた。宗教は、ホルジョネ一家に深い影響を与えた。一家は毎日ミサに出席し、毎晩ロザリオの祈りを欠かさなかった。また、カルメル山の聖母に敬意を表して一週間のうち三日は、肉を食べなかった。フランチェスコの両親と祖父母は、読み書きができなかったものの、聖書を暗記して、 その物語を子供たちに語り聞かせた。子供の頃からフランチェスコはイエス、聖母、マリア、守護天使が見えて会話することができたと母親は語っている。そして幼いフランチェスコは他の人も同じようにそれができると思っていた。若いフランチェスコは天国の原始や放熱を体験したことがあると述べている。公立学校を3年で修了した1879年に フランチェスコは、当時地方に赴いて、寄付を集めていた若いカプチン、おさむかいし、カミロの話を聞き、修道士の生活に引きつけられた。フランチェスコが修道士になりたいと両親に告げると、息子がカプチン修道士会に入る資格があるかどうか確かめる。ために、両親は、ピエトレルチーナの北方2 1トルにある、モルコーネまで出かけた。 修道主会はフランチェスコを受け入れることに興味を示したが、そのためにはさらなる学歴が必要だった。フランチェスコの父親は息子に教育を与えるために家庭教師を雇わなくてはならなかった。そこでその資金を得るためにアメリカへ出稼ぎに行った。そうすればフランチェスコがカプチン修道会に入る必要条件を満たすことができる。この間にフランチェスコは 1899年9月27日に検診令を受けた。フランチェスコは個人教授を受け、規定の入会条件を得たので、1903年1月6日、15歳でモルコーネにあるカプチン会修練所の志願者になった。同年1月22日、修練者になり、製品、従順、締結の請願を立て、 ピエトレルチーナの守護聖人である聖ピオ五聖教皇に、ちなんで、ピオ修道士という名で呼ばれることになった。ピオ修道士は、ギッシャで聖アシジのフランチェスコ修道院に赴いた。そこで聖職に就くための6年間の学習を始め、成長期を教団の中で過ごした。1904年1月にカリ聖岩を建てた後、カンポバッソ県、サンテリーアーピアニージの後期中等学校に入学。 その後サンマルコラカートラの学校で哲学を治め、ホッチャ県のセイダ・カプリオーラで神学を学んだ。1907年1月27日に修正誓願を立てる。1910年8月10日、ピオ神父はベネベントの大聖堂で大司教から司祭に除外され、同月14日、天使の聖マリア教区教会で初三さを捧げた。ピオ神父は本の研究を通して、 人は神を探し、瞑想によって、人は神を見出す。と、語った。ローマにあるロザリオをつけた、ピオ神父の像。1910年9月7日、ピオ神父が祈りを捧げていると、イエスと、聖母マリアが現れて、神父に聖魂を与えた。医者は当惑し、その傷を恥ずかしく思った神父が主に祈ると、傷は治癒した。1911年10月末。 ベナフロに派遣される。同年11月28日、神父の親友ドレアゴスティーノは医者からピオ神父の病状が思わしくないことを知らされる。45度の高熱で大温計が壊れてしまうほどだった。神父は肺炎を患っており、健康状態が不安定なので、カプチン修道開始を続けることを条件に、1916年前半まで、 ピエトレルチーナの家族の下で過ごすことが許された。故郷に戻ったピオ神父はそこで人々のためにミサをあげ学校で教鞭を取った。1916年9月4日、ピオ神父は三バンにロトンドのガルガの山にあるの。当時その修道院の修道士はピオ神父を含め7人だった。兵役を除いてピオ神父は生涯のほとんどを 三序盤にロトンドで暮らすことになる。熱心なクリスチャンとして、木葬を重んじていた、ピオ神父は本の研究を通して、人は神を探し、木葬によって、人は神を見出す。と語った。片時も神父はロザリオを手放すことはなかった。ロザリオは武器だ。祈りは、神の心を開く鍵だ。第一次世界大戦が始まった時、この修道院から四人の修道士が、 兵役に選ばれた。当時のピオ神父は、神学校で教師を務める傍ら、霊的指導者として働いていた。もう一人の修道士が徴兵された時、ピオ神父は、その代理として修道院を統括することになったが、1917年8月にピオ神父も徴兵された。イタリア医療隊、第1 0中隊第4小隊に配属されたものの、 健康が優れず、10月中旬から1918年3月まで入院した。退院後は、サンジョバンニロトンドに戻り、ピエトレルチーナのサンタマリアデ・リアンジェリで働くよう命じられた。後に、奇跡の修道者としての評判が高まると、サンジョバンニロトンドの修道院に戻された。兵役は合計すると182日だった。霊的指導者として、ピオ神父は、 多くの人々を霊的なこと考え、霊的な導きを与えた。ピオ神父による霊的成長のための5つのルールとはすなわち、毎週の残悔毎日の生態配慮、霊的読書、木相、両親の救命だった。ピオ神父は、残悔を毎週することは、部屋の掃除を毎週するのと同じことだと例えていた。そして一日に二度の目相と時制の実行を進めていた。朝、 一日に向き合う準備として一度、そして夜に反省としてもう一度。進学の実際的な応用についてのアドバイスは、神父の有名な言葉にほぼ要約されている。プレイ、ホープ、アンドドントアリー、祈りなさい、希望を持ちなさい、そして心配しないでください。あらゆる事物に神の働きを認めて、何にもまして神の意志に従って行動することを望むように、神父は、 キリスト教徒に説いた。サンマルコインラーミスでのピオ神父の霊的指導者、サンマルコのアゴスティの神父の日記によれば、若いフランチェスコは多くの病気に悩んでいた。6歳の時には重い腸炎にかかり、長い間病床生活が続いた。腸チフスに感染したのは10歳の時だった。17歳になると突然体調が悪化し、食欲不振、不眠症、疲労、失神、 激しい肩頭痛を訴えた。しばしば嘔吐し、ミルクとチーズだけをかろうじて取ることができた。電気によれば、この時期、肉体的疾病とともに、不思議な現象が起こり始めたという。それによると、夜になると、神父の部屋から、変な音が聞こえてきた。それはしばしば叫び声やうめき声だった。祈りの間、ピオ神父は心ここにあらずといった体で、放心状態だった。 また仲間の修道士は、甲骨として宙に浮かぶピオ神父を見たと言っている。三助番にロトンドの恩調の聖母、マリア教会1905年6月、修道院長が、ピオ神父を山岳地の女子修道会に移動させることを決めるほど、健康状態は弱りきっていた。天地が健康にいくらか良いのではないかという希望を、よそに、ピオ神父の健康はさらに悪化した。 そこで医者は神父を故郷に戻すように助言した。しかし、故郷に戻ってさえも健康は悪化し続けた。子供時代から患っている病気に加え、全息性器官支援がピオ神父を生涯苦しめた。また、神父には大きな人血石があり、それが頻繁に腹板をもたらした。さらに炎にかかり、後に胃潰瘍となった。それだけではなく、目、鼻、耳、 喉にも炎症があり、後に鼻炎と慢性自炎になった。1915年の夏、病弱にもかかわらず、ピオ神父は徴兵された。しかし30日後、健康悪化を理由に故郷に戻された。その後、再入隊したものの、また除隊され、今度は夏でも、比較的涼しい三助番にロトンドの山岳地の修道院で半年を過ごすこととなる。 そして兵器に戻ったが、2ヶ月後に、再び故郷に返された。帰郷すると、すぐ、神父は溶液に向いていると判断され、ナポリサーレスの兵舎で、雑用や、運搬の任に就いた。1917年3月まで、そこにいたが、レントゲン検査で、肺結核と診断され、退役した。1925年に、ピオ神父は、鼠径ヘルニアの手術を受けた。 また大きな脳胞が首にでき外科的手術で切除を、要した。さらに別の手術で、耳の上の悪性腫瘍を切除した。この手術の後、ピオ神父は放射線治療を受けたが、それはたった2回の治療で成功したと見られる。1956年、ピオ神父は心出性胸膜炎に見舞われる。診断は、カタルド・カッサーの教授によって行われ。 教授自ら神父の体から昇液を抜く承知をしたが、4ヶ月間、寝たきりの生活を余儀なくされた。高齢になると、ピオ神父は、関節炎に苦しめられた。ピオ神父は、神の愛は苦悩と切り離すことができず、神のためにあらゆる苦しみを受けることは、魂が神に達する方法であると信じていた。神父はまるで地獄の最も深い穴の中にいるかの、ように、 自身の魂が混沌とした迷路で迷い、完全な孤独に落ち込んでいると感じていた。霊的に苦悩している間、ピオ神父は悪魔によって肉体にも魂にも攻撃を受けていたと、神父の支持者は信じている。支持者らはまた、悪魔がピオ神父の苦しみを増すために魔術を使ったと考えている。具体的には、光の天使を出現させたり、 ピオ神父と霊的指導者との間で交わされた手紙を書き換えたり破損したりした。オーガスティーン司祭がこのことを確認したのは、ピオ神父が以下のように述べた時である。悪魔は何も着ていない踊る、裸の若い女や、貼り付けにされた、主、修道士の若い友人、霊的指導者、管区長、教皇ピウス十世、守護天使、聖フランチェスコ、聖母、 マリアの姿をとって現れました。悪魔が私に対して怒りをぶちまけることをイエスがお許しになってから今日で22日が過ぎました。司祭様、今までに我々の敵が私に与えた打撃によって私の全身にはあざができています。私の剥き出しの肉を叩くことができるように何度か悪魔らは私のシャツさえ引き裂きました。 バチカンにおける上級エクソシストのガブリエレアモールと神父は取材の中でピオ神父は霊が厳然した時その際にもたらされる感情と心理状態を慎重に分析することでそれが本物のイエスや聖母または聖人なのかあるいは悪魔によって作り出された幻影なのかを区別することができたと述べたピオ神父は一通の手紙でイエス、聖母、マリア、守護天使 聖ヨセフ、聖フランチェスコが常に自分の側にいて助けてくれるという固い信念を持っていたため、試練の間でも忍耐強さを失わなかったと述べている。ピオ神父の手紙によると、聖職に就いた初めの頃から、後に神父を有名にする聖魂の不鮮明な兆候が、すでに現れていた。九百十一年、ピオ神父は、霊的な指導者であるサンマルコ・インラーミスのベネデット、 神父に手紙を書き、自身に一年間続いた経験についてこう書いている。昨晩、私には説明することも理解することもできない、何かが起こりました。私の両手の手のひらの中央に、一千手下もほどの大きさの赤い印が現れました。そしてその赤い印の真ん中は激痛を伴いました。その痛みは、左手の真ん中の方がより強烈で、未だに、それを感じるほどです。 また、足の裏に、若干の痛みがあります。親友アゴスティの神父は1915年に、ピオ神父に手紙を書き、ピオ神父がいつ、原始を最初に経験したか、いつ、成婚を受けたか、いつ、キリストの受難の痛み、すなわち、うばの冠と無知の痛みを感じたか等の、具体的な質問をした。ピオ神父は、修練時代から原始を見せられていたと答えた。 また性婚を受けたにもかかわらず、それにひどく怯えた神父が、主にそれを消してくれるように頼んだと書いている。神父は、痛みが取り除かれることを望まず、目に見える傷だけを取り除いてもらおうとした。目に見える傷は、言葉で表しようがなく、ほとんど耐えられない屈辱であると、当時考えていたからである。目に見える性婚はその時は消えたが、 1918年9月に再発した。しかしその痛みは残り、日によって、また状況によってより激しくなったと述べている。また、うの冠無理と無知の痛みを実際に経験していると語った。この経験の頻度については、はっきりとはわからないが、一週間に一回、少なくとも数年間は苦しんでいると言った。これらの経験は、 ピオ神父の健康が衰える原因になったと言われている。またそのために故郷にいることを許された。修道院から離れている間、修道士としての信仰生活を維持するため、神父は毎日ミサをあげ、学校で教育に当たった。聖、ファンデラクルスは霊的戦士現象を一家のように解説している。視天師によって火アで貫かれるという内面的な攻撃を受けたものの、 魂は神の愛によって燃え上がる。これは霊的な傷を残し、溢れ出る神の愛によって苦悩をもたらす。第一次世界大戦がまだ続く中で、大戦をヨーロッパの自殺と呼んだベネディクトゥス十五世教皇は、1918年7月、すべてのキリスト教徒に第一次世界大戦の終結を祈願するよう訴えた。同じ年の7月27日に、ピオ神父は、 戦争を終わらせるために自分自身を犠牲に捧げた。その後、8月5日から8月7日までの間、ピオ神父はキリストが現れ、神父の脇腹を突き抜ける原種を見た。この経験の結果、ピオ神父の脇腹には実際に傷ができた。この出来事は神の愛との結合を示す心臓への霊的戦士とみなされている。ちなみに、 ピオ神父の脇腹の心臓への霊的選手の傷から出た血の跡のある大きな額に入れられた正方形の理念の布は神父の第一級の生意物であり、シカゴのセント・ジョン・カンティアス教会で一般の数形のために公開されている。霊的選手はピオ神父にさらなる7週間の長い精神的な動揺をもたらした。カプチン修道会士の仲間の一人は、 その間の神父の状況をこのように語った。その時、ピオ神父の全身の様相はまるで死んだように変わってしまい、絶えず泣いて、ため息をついては神が自分を見捨てたと言っていました。1918年8月21日付のピオ神父からベネデット神父へ宛てた手紙では、霊的戦士の間に起きた体験についてこう書かれている。8月5日の夕方に、 男の子の残悔を聞く間、突如として私の心眼に天井の人物が見え、恐怖を覚えました。その人物は手に炎を放っているように見える非常に長い、鋭く尖った鋼の葉を備えた一種の武器を持っていました。私がそれを見た、まさしくその瞬間、その人物が力いっぱいその武器を私の魂に投げつけるのが見えたのです。私はやっとのことで叫び声を上げ、 このまま死んでしまうと思いました。具合が悪く、残悔を続ける力がもはやなかったので、私は男の子に帰ってもらうよう頼みました。この苦しみは、7日の朝まで途切れずに続きました。私は、この苦悶の間にどのくらい苦しんだか、言葉にすることはできません。私の内臓さえも、武器で引き裂かれ、破裂しました。何の容赦もありませんでした。その日以来、私は、 致命傷を負いました。魂の深いところでその傷口がいつも開いていて、継続的な苦しみをもたらすのを感じます。1918年9月20日に霊的戦士の痛みが終わり、ピオ神父は深い安堵を得たと報告されている。その日、ピオ神父が聖母、マリアの恩寵教会の聖火体積で祈りを捧げていると、神父に霊的戦士を与えたのと同じ人物で、 傷ついたキリストと思われる人物が再び現れ、ピオ神父はまた宗教的包悦を経験した。それが終わった時、ピオ神父は、キリストの五つの傷と同じ聖婚を体に受けていた。この時の聖婚は、その後の生涯の50年間、体から、決して消えることはなかった。1918年10月22日、聖ピオ神父は、霊的指導者であるサンマルコインダーミスのベネデット、 神父へ当てた書簡で以下のように性婚を受けた際の経験を述べている。先月の20日の朝、聖火堆積でミサを捧げた後、私は甘い眠りに似た、うっとうっとした状態に陥りました。私は8月5日の夕方に見たものと同じような神秘的な人物が私の前にいるのを見ました。唯一の違いは、その人物の手と足と脇腹から血が下っていたことでした。 そのありさまは私を怖がらせました。そしてその瞬間に私が感じたものは言葉で言い表せません。もし主が介入して胸から張り裂けてしまいそうな私の心臓を強くしてくださらなければ私は死んでいたはずだと思いました。その幻は消えました。そして私は手足と脇腹から血を下取らせていることに気づきました。私がその時経験し、 ほぼ毎日経験し続けている苦しみを想像してみてください。特に木曜日の夕方から土曜日まで心臓の傷は絶えず出血しています。親愛なる神父様、傷の痛みと魂の底から湧き上がる恥ずかしさで私は死にそうになっています。主が私の心からの祈りを聞き入れて私をこの状態から解放してくださらないならば出血多量で死ぬのではないかと思います。 いとよき、主は私にこの恩恵を与えてくださるでしょうか。主は、このような肉体の後による恥ずかしさから少なくとも、私を解放してくださるでしょうか。痛みに命定させられたいと私は願っているので、傷や痛みではなく、このような当惑と耐えられない屈辱をもたらす。この肉体の跡を、主が、お慈悲によって取り除いてくださるまで、私は声を大にして懇願するのを止めないでしょう。 また彼は、こう語っていた。その痛みは、まるで十字架にかけられて死んでいくのではないかと思うほど、とても激しいものでした。ピオ神父は密かに苦しむ方がいいと思っていたが、1919年前半までに、性婚のある修道士の話は、俗世界に広まっていった。ピオ神父の傷は、医者を含む多くの人々によって調べられた。第一次世界大戦の後、 生活を立て直し始めた人々は、ピオ神父を希望の象徴とみなし始めた。ピオ神父が、ヒーリング能力、バイロケーション、空中扶養、予言、奇跡、睡眠と食事の驚異的な節制、心を読む能力、語学の才能、異教徒を回収させる能力、傷からの香りなど、様々な超自然的な能力を表し始めた、と周囲の人々は証言している。 ピオ神父が持っていたとされる神秘的能力の根拠は、風文による証拠だけなのではないかという意見もある。神父のバイロケーションのいくつかは、幻覚と一致するものであり、聖なる方向とされるものは大で転んだとする主張もあった。傷が治らないようにするため、石炭酸、または、要素のような化学物質を用いたと主張する説もあったが、そのようなことはしていないと確認するための継続的な、 監視を受けることはなかった。ピオ神父は傷を隠すため、もしくは傷の治療を受けないで、住むようにするために、長年指のない手袋をはめていた。亡くなる直前のピオ神父は手袋をはめなかったが、そこに傷跡はなかった。ミラノのサクロクオーレカトリック大学の創始者で、修道士、医者、心理学者のアゴスティーノ・ジェメディは、ピオ神父に一度だけ、数分間面談し、 性婚の検査はしていないが、ピオ神父を人々の騙されやすさにつけ込んだ、無知で自傷癖のある、精神病室者と断定した。また神父は、手短に言えば、修道院の三つの誓いである製品、純血、起伏のすべてに対する違反で訴えられた。アゴスティのジェメッリも、ピオ神父が後を石炭酸で開いたままにしていると推測した。ジェメッリの診察の後、 あとは、布で包まれた。信者らによれば、出血は、約50年の末月、神父の死から数時間のうちに、傷口が塞がって、ようやく止まった。2009年9月、三女番にロトンドで開かれた、ピオ神父に関する会議で、ジェノバ大学のエツヨフルケリ病理解剖学講師は、こう述べている。私は、どんな薬物が自然な経過に逆らって、50年間も、 傷を開いたまましておけるのか想像できません。外傷の解剖学と病理生理学を勉強すればするほど、ピオ神父の成根のように、合併症を発症せずに筋肉、神経、腱に影響を及ぼすこともなく、傷が開いたままであることはありえないことがわかります。成根を受けた修道士の指は常に細長く、バラ色で綺麗でした。 手のひらから手の甲へ貫かれた傷があれば、指は赤く膨らみ、重大な機能障害があるはずです。例えばそのような傷を負った人の指は、感覚が変になり麻痺します。しかし、ピオ神父に関して言えば、その症状は、一時疾患とみなしうるほどの大きな外傷の一般的な発生や、経過の様相とは矛盾します。科学によって言えるのは、このようなことです。 1960年7月29日、後にアンコーラの大司教になるイタリアの聖職者、カルラ・マッカーリは、教皇ヨハネ23世と政務省の委託を受け、さらなる調査を開始した。マッカーリがまとめた200ページの報告書は、全文は一度も公にされていないものの、極めて批判的なものであったという。マッカーリ文書が、ピオ神父の劣勢に向けての克服できない障害に、 なっていると、バチカンでは長く囁ささかれていた。しかし、カプチン修道会の公式文献によると、マッカーリは後に意見を撤回し、ピオ神父の死の床で、ピオ神父に祈ったという。ピオ神父の開いたカーサソリエボでラソフェレイツァ、病院1940年に、ピオ神父は三バンにロトンドに病院を開く計画に着手した。1956年に完成した。 この病院は、カーサソディエボデラソフェレイツァ、苦しみを楽にする家という名前を付けられた。このプロジェクトのために、連合国救済復興機関から32万5000ドルの補助金を得る際、仕事でイタリアにいた人道主義者で、ジャーナリストのバーバラ・ウォードが大きな役割を果たした。ピオ神父がこのプロジェクトを直接監督するため、1957年に、ピウス12世は、 神父に対し貧困の誓いの免除を許可した。ピオ神父の抽象者は、このプロジェクトも神父を攻撃する材料とし、神父が資金の横領をしたと非難した。ピオ神父は多数の調査を受けた。ピオ神父を別の修道院へ移す計画があったが、地元の暴動を恐れて取りやめとなり、再び同様の計画が持ち上がったが、暴動が実際に起こりそうになったため、中止された。 1924年から1931年までの間に教皇庁は様々な声明を出し、ピオ神父の人生で起きた出来事は一切神の五号によるものでないと否定した。一時期ピオ神父は残悔を聞きみさをあげる等の聖職者の任務を公的に果たすことを禁じられていた。1933年には流れが変わり始めた。ピウス11世は教皇庁に ピオ神父がミサを公に行うことを禁止した、通達を撤回するように命じた。私はピオ神父に悪意ある態度をとってはいなかったが、1934年、神父は再び懺悔を聞くことを許された。ピオ神父はこれまで説教を行うための資格試験を受けていなかったが、説教を行う名誉許可をも与えられた。1939年に教皇になったピウス12世は、 信者がピオ神父を訪問するのを奨励した。最近の本によると、教皇ヨハネ23世在位1958から1963は、全教皇の見解を支持せず、1960年にピオ神父の大掛かりなペテンについて書いている。しかし、ヨハネ23世の後継者であるパウロ6世は、1960年代半ばにピオ神父に対する、 あらゆる告発を断固として却下した。1960年代、ピオ神父の健康状態は悪くなり始めていたが、それにもかかわらず、神父は霊的な任務を続けた。成功を受けてから50年目に当たる日の翌日の1968年9月21日、神父はひどい疲労を感じた。その次の日、1968年9月22日に、ピオ神父は、 荘厳ミサを行うことになっていたが、気分が悪く、最後までミサをあげられるかどうか不安になり、代わりに長年にわたり毎日あげてきた読書ミサに変えるべきかを頂上に尋ねた。ピオ神父の頂上は、ミサのために集まっていた多数の巡礼者のために、荘厳ミサを行うことを決め、ピオ神父は彼の頂上への服従の精神で、荘厳ミサを続けた。双言ミサの間、 神父はとても具合が悪く弱々しく見えた。ミサをあげる声はかぼそかった。ミサが終わった後、神父はとても弱りきっていて、祭壇の階段で倒れそうになったので、非常に多くのカプチン修道会師たちの助けが必要だった。これがピオ神父の最後のミサになった。1968年9月23日から、 生涯ピオ神父が使っていた小部屋1968年9月23日の朝早く、ピオ神父は最後の懺悔をしてフランシスコ修道会の誓いを新たにした。習慣通り手にロザリオを持ったものの、声に出して、アベマリアという力はなかった。終わりまで神父は、イエス、マリアという言葉を繰り返していた。午前2時30分頃、二人の母が見えると、神父は言った。 これは自身の母と聖母マリアを意味すると思われる。午前2時30分にサンジョバンニロドンドの小部屋で息を引き取る。最後の言葉はマリアだった。遺体は9月26日に聖マリアの恩恵教会の地下室に埋葬された。レクエムミサには10万人以上が出席した。ピオ神父はしばしばこう語った。私がこの世を去った後、 私はこれまでよりも多くのことをするでしょう。私の本当の任務は、私の死後に始まります。最後まで、ピオ神父の側にいた人々の報告では、聖魂が傷跡さえ残すことなく完全に消えたとしている。まるで赤い鉛筆で描いたような赤い跡だけが脇腹に残っていたが、やがて消えてしまったという。ピエトレルチーナの聖ピオは、現在、 長在司祭と若いカトリック信者の守護聖人であり、民間防衛士願兵の守護聖人としても知られている。160名の民間防衛士願兵がイタリア司教会議に請願したので、司祭らは単元をバチカンに提出し、承認された。あまり公式には知られていないが、ピオ神父は1月の憂鬱とストレス解消の守護聖人でもある。これは、 ロンドンのカトリック・インクワイリーオフィスが広告したもので、また、ピオ神父の有名な言葉、プレイ、ホープ、アンドドントワリー、祈りなさい、希望を持ちなさい、そして心配しないでください。に敬意を表し、1年で最も憂鬱な気分になる1月22日を、ドントワリー・ビー・ハッピー・デイに選定している。神秘主義者がビジョン特悩を受けているように、ピオ神父のミサは、 しばしば何時間にも及んだ。彼の性婚は手袋で覆われていた。バチカンでさえ超自然的な主張について懐疑的であったが、彼の働きは名声を得た。ピオ神父は魂を読む才能を持ち、目撃者の証言によれば異なる2箇所に同時に存在する能力など、様々な超自然現象を引き起こす能力があったと言われている。神父にまつわる。 超自然現象が報告されて、神父は有名になり、伝説的存在となったが、当初はバーチカンでさえ、怪奇的であった。1947年、後に、ヨハネ・パウロ2世教皇となる、若いポーランドの聖職者、カロル・ジョーゼフ・ボイティワ神父は、ピオ神父を訪問した。ピオ神父は、彼の告白を聞いたが、その際、神父は彼に、 さらなる立証が必要ですが、いつかあなたは、教会で最も高い地位に就くでしょう。と言った。ボイティワ神父は、オーストリアのアルフォンス・スティックラー・ス奇教に、それを打ち明けたという。スティックラー・ス奇教によれば、経験の号で告げられたような教皇でなく、数奇教になったとき、ボイティワ神父は、予言が成し遂げられたと考えたとも言う。ヨハネ・パウロ二世の秘書、スタニスワフ・ジビッシュは、 予言について否定しており、ジョージ・ワイゲルによるヨハネ・パウロ2世の伝記、ウィットネスツーホープは前日の訪問。交渉によれば、ボイティは数期キ教は1962年に、ガンを患っていた、ポーランドの友人バンダ・プータフスカ博士のために祈りを捧げてほしいと、ピオ神父に手紙で頼んだ。後にプータフスカ博士のガンは、自然治癒したと分かった。 医師らはこの現象について説明することができなかった。ピオ神父が備えていたとされる得意な能力のため、教皇庁は二度にわたって神父に関する話の調査を実施した。しかしその後、カトリック教会は2002年にヨハネ・パウロ二世教皇がピオ神父を劣勢したことで正式に数形することを承認した。1999年に出版されたアイルランドの聖職者、 マラキー・ジェラード・キャロルによるピオ・シンプの伝記では盲目だったシチリアの女の子ジェンマでジョルジがピオ・シンプを訪れた際に盲目が治ったとされる話を紹介している。生まれつき動向がなかったジェンマは祖母の手で1947年にサンジョバンニロトンドに連れて来られた。ピオ・シンプに会いに行く旅の最中に少女は蒸気船や海などの物体が見え始めた。ジェンマの祖母は 子供が治ったと思っていなかった。ジェンマは残悔の時にピオ神父に慈悲を求めなかったため、祖母は神父にジェンマの視力を元に戻してもらえるよう神にお願いしてもらえないかと嘆願した。ピオ神父は子供は泣いてはいけませんし、子供の代わりにあなたが見てはいけません。あなたは子供が見えると知っています。と祖母に話した。その後実談として、眼界は彼女が どのように視力が戻ったかについて究明することができなかったという。ピオ神父は聖者マリー・ビアンネに起きたと記されている出来事と同じくサタンとその手下に対して体を張って戦い、そのことで外傷がさらに拡大したと言われている。神父は天使と医師の疎通を交わすことができ、自分に依頼がなくとも恩恵と治癒をもたらしたと言われている。神父が亡くなった日、 神秘主義者で神のしもべ、ベネズエラのカラカスに住むマリア・エスペランサでビアンチーニに,によるとピオ神父が原子の中に現れて私はさようならを家に来ました。私の時間が来ました。今度はあなたの番です。と語りかけたという。その時エスペランサの夫は妻の顔がピオ神父の顔に変わるのを見た。次の日に二人はピオ神父の不法を耳にした。 後に人々は、エスペランサがミサの間に扶養したり、バイロケーションを行ったりしたのを目撃したと主張した。聖魂のあるカプチン修道会師仲間のドミニコダチェーゼ神父の報告によると、1968年9月22日、日曜日に、ピオ神父がマノッペドの聖火をの前でひざまずいて祈っているのを見たという。一方で、 ピオ神父が自分の部屋を出ていないことは確認されている。聖痕があるピオ神父の手、ピオ神父は1918年9月20日に残念を聞いているとき、最初の聖痕を体に受けたと言われている。傷、痛み、出血の位置と数は貼り付けによってできたイエス・キリストの傷と一致している。神父の生涯が終わるまでこの現象は50年間続いた。 精根から流れている血は、香水、または、鼻の匂いがしたという。これは何人かの成人の電気で言及されているのと、同様の、しばしば聖者の香りと呼ばれる現象である。一部から神聖さ、新生者の観察の結果は、説明がつかず、傷は全く感染症を起こしていなかった。神父の傷は、一旦癒えたものの、再び現れた。傷は、 バルレッタ私立病院の内科医長、ルイージ・ロマネッリによって、およそ1年間調べられた。民間の開業医、ジョルジョ・ヘスタも、1920年、および1925年に神父を献身した。ベネディクトゥス15世教皇の主治医、ジュゼッペ・バスティアネッリ教授は、傷が存在することは認めたが、それ以上のコメントは控えた。ローマ大学のアミコビニャーミ病理学博士も、 傷を認めたが診断を下すことはできなかった。ビニアーミト・ジュゼッペ・サラ博士は傷口が異常なほど滑らかで不ッがないことに言及した。アルベルト・カセルタ博士は1954年に手の X 線撮影をしたが骨の構造に異常はなかった。しかし、この状態は神父に大きな頭枠をもたらしたと言われている。そして、ピオ神父の写真の多くでは出血が起こった手と足が 赤いミトン、または黒いカバーで覆われている。1968年にピオ神父が死んだ時、体に傷は見当たらず、何の傷跡もなかった。医師が遺体を検視したところ、血液が全てなくなっていたとする報告もある。宗教関係者、非関係者を問わず、ピオ神父は性魂を偽装したと主張した者は、ピオ神父が石炭サムを使って、自らに傷を負わせたとする。 その唯一の証拠は、バチカンの文書館で見つかった一通の文書で、三序版にロトンドの薬剤師、マリア・デビトに神父が石炭酸を4グラム注文したという内容のものである。その当時、ピオ神父の聖婚に異義を唱えた人々によって集められた資料の中に、この手紙があった。デビトによると、ピオ神父は石炭酸は針を殺菌するためだといい。 薬剤師に注文を秘密にしておくよう頼んだ。この文書は調査されたが、ピオ神父の劣服の過程で、カトリック教会によって却下された。歴史家、セルジョ・ルッツァットは、ピオ神父が成婚を装っていたと主張する内容の本を2007年に出版したが、カトリック名誉毀損防止同盟は、ルッツァットがカトリックに対する抽象をルフしたとして、これを却下した。男の子らは、 当時代流行していたスペイン風邪と戦うために注射を必要とした。医師が不足していたため、パオリーノ神父とピオ神父が注射をし、石炭酸を注射器の殺菌薬として使用した。この石炭酸が殺菌のために実際に使われたと述べた目撃者に基づく主張を、教会がおそらく却下してしまったのだろうとの見解を述べたものも、ある。1982年に、 教皇庁は、マンフレドーニア広塚サ教に、ピオ神父が聖者とみなすに値するか決定するための調査を始める権限を与えた。調査は7年かかり、1990年にピオ神父は劣勢への第一歩である神のしもべであると宣言された。1990年から劣勢賞は、ピオ神父がどれくらい英雄的に人生を送ったかについて検討した。 そして1997年、ヨハネ・パウロ二世教皇は、ピオ神父を尊者であると宣言した。さらに、神父の生涯が他者にどのような影響を与えたかに関する議論が続き、そこには、ピオ神父が大祈乗りしたことで癒しを得た、イタリア人女性コンシリアで、マルティーノの例が含まれていた。1999年に、劣勢賞の勧告に従い、ヨハネ・パウロ二世は、 ピオ神父を副者であると宣言した。ピオ神父の人徳と死後も善をなす能力、そして神父の大統によるとされる前日とは別の癒しについて慎重に考慮された結果、2002年6月16日に教皇はピオ神父を聖者であると宣言した。劣勢式にはおよそ30万人が出席したと推定されている。ピオ神父は 第2バチカン公会議の後も存命した聖職者で、劣勢された二人のうちの一人である。両者とも、第2バチカン公会議による、天礼改革によらない伝統的ラテン語ミサを挙げても、良いとする教皇からの許可を得ていた。2004年7月1日に、ヨハネ・パウロ2世教皇は、ピエトレルチーナの聖ピオの追悼として、サンジョバンニロトンドにおいて聖ピオ巡礼協会を、建道した。 2002年にシチリアのメッシーナにあるピオ神父の像が血の涙を流したとして注目を集めた。ピオ神父は世界で最も人気のある聖者の一人になった。世界中には3000以上のピオ神父のための祈りの会があり、300万人の会員がいる。ニュージャージー州バインランド、同州ラベレッテ、オーストラリアシドニーにはピオ神父を守護聖人とする教区がある。 そして、聖ピオ聖堂がニュージャージー州ブエナにある。雑誌ファミリア・デ・クリスティアーナによる2006年の調査で、イタリアのカトリック信者は、他のいかなる存在よりも、ピオ神父のために祈ることが、明らかになった。神父を記念する、マチピエトレルチーナの近くの、イタリア南部、プリッティア州サン・ジョバンニロトンドに近い丘の上に、ピオ神父の像が建てられることになっている。プロジェクトは、 数百万ポンドを用し世界中の信者が寄付金を送っている。像は特殊な塗料型太陽電池で覆われ、太陽熱を取り込んで太陽エネルギーを発生させることができるエコロジーに配慮した製造となる予定である。棺に収められた聖ピオ2008年3月3日、死の40年後に公開に向けてピオの遺体が地下聖堂から掘り出された。教会の発表では、 遺体は良好な状態を保っていた。三助版にロトンドの聖堂に派遣された教皇特使のドメーニコダンブロジオ大司教は頭の最上部は部分的に白骨化しているが顎は完全で残りの部分は保存状態が良いと述べた。性根は見えなくなっている。大司教ダンブロジオも生命でそう証言した。大司教は聖病の手が ちょうど今マニキュアを塗ったばかりのように見えたと述べた。顔がわかるように葬儀業者が顔を修復することが望まれたが、劣化損傷があったので、顔は実物そっくりのシリコンマスクで覆われた。4月24日、劣勢省庁官のジュゼ・サライバ・マルティンシュ・スーキは、ピオ神父が修道院の地下室で水晶と大理石と銀の墓に入った状態で公開される前に、 三序番にロトンドの温長の聖母教会で1万5000人の信者のためにミサを取り行った。ピオ神父は水晶と金石で刺繍した白い絹のストールと茶色のカプチン修道会始服を着て両手で大きな木の十字架を握っている。2008年12月までにイタリアを中心に世界中から巡礼者80万人が神父を忍びに教会を訪れる申し込みをしたが、 水晶の棺の側を一列になって進むことができるのは1日に7200人が限度だった。公開は2009年9月まで延長された。聖ピオの遺体はサンジョバーニロトンド近くのセーパードレピオ教会に安置された。2010年4月、遺体は特別に作られた金色の地下礼拝堂に移された。ありがとうございます。